女だけどそのとこないやん。確かに今更ですよ。どうでもいいんだよこのわざとらしい。いやなんか朝日さんが、うん、あのとにかくこの絵面に関してあの問題は花だと。あるわけねえよ。確かに今まで見たメンバーの中で僕一番。いや今までも全部花なんかねえよ。朝日健太はどこに花なんだよ。でいやとりあえず工夫しろって言われて工夫した時にまあまああとチャンス。ロシアのこれあの応援 T シャツですよね。それ何語なんですか。全然読めないんですけど。あこっち、はい、こっちはミャンマーの。よく考えたら確かにこれ読めねえ。カレンドクです。知らないよ、ま、そんな ロシアの方からそのあの文字をそうだね、2つあるんよね。あロシアってロシアって書いてあるこれはロシアを応援するこれロシアのナショナルチームそう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 サハリンのなんで持ってるサハリンのマーケットあのバザールで買いました。微妙にかっこいいけどこれどこで売ってるねんってことやもんこれ中国のとこなんだけどあとあっちにねあもう一個あるもう一個ある持ってきて持ってきてよく書いたらそれ売ってねえよ日本で羨ましいなぁ。そう羨ましいですよ。羨ましいですね。コルギアで微妙に人気出ますよねこれ。いや結構その国のカラーリングこれ結構いいもん。悪くないし。悪くない。これはウズベキスタン。うわ羨ましいですね。すごいすごい。プーマ。日本っての売ってますかね。いやないないよ。日本って書いてある。いやじゃあねたまにあるのはねロスアンジェルスとかあるだろうけどウズベキスタンはないだろうね。そうですよねロシアですね。違う、ロシア、ウズベキスタン、これ何カザフスタン、あこれいけ、カレン族です。カレン族、知らねえわ。ちょっと見せてください、見せてください。これは、僕これカレン族の方、ヒンタダってミャンマーの町分かりますか。分かるわけねえだろ、そんなもの。ヒンタダっていうミャンマーの町、ヒンタ、知ってます。ヒンタダヒンタダっていうミャンマーの町があって、そこの、さらに奥に行ったところにインガプっていう村があるんです。インガプで、ミャンマーの工業が行われるときにミャンマーの工業をリング設営から僕手伝ったんですよ。そのときにもらった T シャツヒンタダのインガプ、ヒンタダまでは多分出てくるんですけどインガプは出てこない。だってミャンマー人知らないって言ったなんか昔ごっつい感じでダウンタウンの松本がほらブラジル人からなんかウンダバダウンダバダ共和国のウンダバダってわけわかんない言葉があるっちゃうんですよ。同じパターンですよ。なんかバカにされたみたいですよ。これカレン族の T シャツなの。ミャンマーラウェイなんだけどこれカレン族の旗。カレン族が多い地区だから他の一番そあれですよ。ちょっと前までその軍事政権と戦ってたのが多分カレン族一番、まあ、国際的に取り上げられてたのが今ロヒンギャ。あれミャンマーってだから何年か前からミャンマーだよね。それまでビルマだよね。来てるなんかいやもうねビルマ語がどうのこうのっつって陰学出ました。陰学地区まで出てる。陰学で、あ、その時の映像はこちらです。こちらです。ます。Only book. Only book and ant. Ant. Yes. Ant. Ant. Yeah. Ant. アリ。こちらが先ほど殺した豚です。こちらが。豚とアリのスープです。アリは木の上から取ってきました。こちらネズミです。They eat dog? Yeah, sometimes. And not cat? Sorry? Not cat? Also cat? Cat also eat sometimes. Really? Oh, 猫も。すごいでしょ。アリ食べてるでしょ、アリ。アリ食べんの？そこで僕何日か生活しながら、あれなんですよ。ミャンマーラウェイすごいですよ。計量ってあるじゃないですか、前日計量。ミャンマーラウェイって、まずミャンマーラウェイって、こういうなんか、ミャンマーラウェイとは、ラウェイとは。素手で戦う、名体、みたいな感じ。ビルマ憲法。ラウェイ、ラウェイ。ミャンマーラウェイって、日本でもやりますよ。日本では正式にはレウェイ。バンテージだけ巻いてやるんですよ。もう、ちょっとぶっ飛んでますよ。ラウェイ、レウェイ。ラフリアイ。あ、向こうの国技なの？文化？奉納行事。あ、やっぱお相撲みたいなものか。日本でも興行やるよね、あれはね。やってます。すごいですよ、なんかもう拳、すごいですよ、なんかもう、なんか朝日さんの前の教え子教え子って言わないで嫌いだからね。アホやから、アホ。そんなことやってる場合じゃねえよ、バカや。失礼だって、それやめよう。そんなことも失礼ですよ。ミャンマーアロウェイにちゃんとやってる方に失礼だって。ダメっていう。バカにしちゃダメだ、大変なことや。俺やりたくないんだもん、帰るよ。すごいですよ、バンテージだけで殴り合ってます。バックステップも禁止。すごい。後ろ行っちゃダメなの？バックステップ、バックステップは大丈夫です。バックに後ろに逃げること。いや、なんかね、でも特徴的なのは、ボディーブローって
あのじわじわ効いてくる、後半に効いてくるってあるじゃないですか。あのミャンマーアウェイだと、ミャンマーアウェイってあの脊髄攻撃が認められてる。えだからで脊髄攻撃を食らった田村さん、田村さん曰く、あの千葉の、はい、その田村さん曰くその日は効いてこないんだ、翌日ぐらい以降どんどん効いてくるらしいんですよ、脊髄攻撃やってんの、どんどん痛くなってくるから。田村、あのシュートのチャンピオンだった人で田村君っていう選手がいて、あの田谷のところのっていう選手の、あれもシュートのチャンピオンって結構ねいい選手だった、が言うには真面目な子で、とにかく脊髄攻撃に関しては脊髄 OK なんや、翌日から効いてくる。脊髄 OK の競技ってあんまり聞いたことない。うわ、しゃかったそれ。ってことは多分食らってる、あの経験者ほど脊髄攻撃って嫌なんですよ。要するに痛い、あやるのも嫌だ、これ明日から痛くなるって思う。いや風邪風邪になっちゃう可能性もある。場合によっちゃ背中を肘でと、いやここです、ここ真ん中、どうやってこういうライン打つんですか。いや危ないですよ、背中から、ま、回らないじゃないですか。あ肘ですか、はい、いや本当動かなくなりますよ二度と、場合によっては、はい、だから禁止ですもん。あとやっぱね、眼下底骨折を手術する 医療技術がまだミャンマー遅れてるから、みんなやっぱり、だってもさ MMA でもうシュートの時の俺やってる時もやっぱドクターの先生から言ったの、このグローブは一番眼下底多いって言われたんだよ。でもミャンマーの前なんか歴史長いんだけどまだないんだよねそれはね。あのバンテージだけなかったらここに入っちゃうよ、ね、ここって間に何度も何度もそのグローブ使おうかどうかっていう議論っていうのも何度もされてるんですよ。現代でほとんどベアナックルでやり合うってすごいっすよね。すごいよ。あと金的は一応恋じゃなかったらちょっと待って、恋と恋じゃないの違いが分かんないよそれ。あ当たっちゃったわ。ちょっと待って、それ自分で何とも言えますよね、当たっちゃったって。そうそう、であとまあ頭突き OK、 え頭突き OK、 それ小学校の喧嘩の延長っすよねその。いやでもね、頭突きって本当に難しいっすよ本当に。あのだって日本人のが昔頭突きが認められてるって思ってやった結果、自分が脳震盪で倒れました。あでもさ、続きとかってどうやって練習するの？
タイムだ。タイムっていうのがあって、もう倒れるじゃないですか。でこれちょっとし立ち上がってきそうにないと。でその時に、セコンドからタイムが入ると2分間休憩。これドラゴンボールですね、事実上。あの一回生き返らせること。どういうことやねんそれ。2分前まで待ってやると。あのタイムっていうのは、1試合で2回使えると。でその4分ドラゴンボール2回使えるんです。あの2回の試合やん。